焼き目をつけることによって豚肉に香ばしさをつける。オープン。どうもりょうりょうりさん、りょうですということですね。私もテンションぶち上げなんですけども、なんとまだ2本目なんですよね。1本目でちょっとあまりにもテンションぶち上がってしまって、今回はですね、なんと至高シリーズでございます。至高のビール煮です。ビール煮ってね、いろいろあるんですよ。牛肉で煮込むやつもある、鶏肉で煮込むやつもある、豚肉でやるやつもある。今回豚肉でやります。超自信のあるレシピです。昔のレシピなんですけども、あまりにも私が気に入りすぎて、ちょっと至高にさせていただきます。ということで今回は至高のビール煮を作っていきましょう。どうもありがとうございます。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料なんですけども、簡単です。今回、豚肩ロース、バラとかでもいいんですけども、肩ロースがおすすめです。あんまり脂がついてなくて、煮込むと柔らかい部分なんです。肩ロースっていうのはすごくね、ゼラチン質が多いので、煮込むとホロホロになるんですよ。なので今回は肩ロースを用意してください。あとは玉ねぎもう1個、はい、だいたい 250g ぐらいの玉ねぎですかね、1個まるまる使います。はい、これで豚肉を煮込むとうまくて甘みもついて美味しいんですよ。あと玉ねぎ、玉ねぎじゃねえ、ニンニクです。ニンニクが2つ、これはもう 350ml 缶1本まるまる使ってしまいます。調味料もあるんですけども、あれはもう概要欄で説明しますので、もう早速私もうこれでビールが飲みたくしょうがないので、ビールになってきます。じゃあまずですね、ビール煮をやっていくんですけど、ビールを作るために何が一番大切かっていうことは、素材の味を近めないといけない。なので今回はですね、こんな感じで、じゃあいただきます。これね、最高のビール、最高に合うビールで、今から作っていきたい。まずね、用意していただくのはこちらのビールですね。はい、こちらビールを用意してください。そしてビールをおもむろに飲みます。僕に大さじ4くらい入れましょうか。あと大さじ2杯入れていきます。あと大さじ2杯入れます。お野菜からまず切っていきましょうか。玉ねぎは、カットして緑のね、根が出てるんで、まあ根はちょっとね、ちぎっちゃおうかな。こういったね、スライスにしていくんですよ。玉ねぎが主役です。玉ねぎをスライスしていきます。こんな感じで、スライスにしていきます。切ってなかったんで、これね、これで煮込むことによって玉ねぎ自体がね、ソースの役割をするんですね。そしたら玉ねぎを、ニンニクです。ニンニクをやっていきます。で、こいつも炒めるんで、中の芯やっていきます。横に置きましょう。ここに入れて、ゴロッとしたのがいいなっていう方は半分ぐらいでいいです。これ 400g なんですけど、半分ぐらいにで、ゴロッと煮込むのもいいんですけども、塊が大きければ大きいほど長く煮込まなきゃいけなかったりするんで、一回半分に切ってみましょうか。はい、こういう感じでございます。豚肉のエアーズロックや、もうこんな感じでね、早い方がね、いいしね。あんまりね、長く煮込んでると僕がぶっ壊れちゃうんで、はい、なので僕に優しい料理を作っていきます。はい、かなり塊感あるんで、はい、今回じゃあ4等分作っていきます。これね、 100g のピースです。じゃあ今回ね、ちっちゃめのフライパン用意しました。これで今回煮込んでいきたいと思います。フライパンに火をかけます。適量、はい。そして塩コショウ、パラパラっと全体的に振って、パラパラっとパラパラっといきます。そしてフライパンが待ってきたら、豚肉をですね、焼き目をつけていきます。焼き目をつけることによって豚肉に香ばしさをつける。そして僕にも香ばしさをつけていきます。表面をね、焦がすぐらいのパリッといい色をつけていくっていうのが重要になってきますんで、これはね、やってください。煮物を煮た時にこのね、焦げの香りがね、全体に行き渡る。豚バラでもいいんですけど、豚バラだと結構脂が強いんで、こってりしたビールになりますんでね、これはね、そのあたりはもう
ご自身で快適かを見つけてください。これぐらいの焼き目、まあ、パリッと焼けたなみたいな。中はね、まだ生でいい。こうしたら、はい、焼き目大事です。このスライスしたやつを、一回ね、電子レンジでね、ラップしないで、3、4分加熱すると非常にいい感じになりますので、しなしなになるまでです。もっとお急ぎな方はもっと大きいフライパン使った方が時短になります。これは一つまで。玉ねぎがね、浸透圧でね、ちょっとこうしなっとなってくるんで、ね、全体的に、まあ、少し飴色になったかなっていうぐらいでまで、いっていきます。で、ちょっと全体色づいてきたニンニクも入れちゃいます。これ最初になんでニンニク入れなかったかっていうと、ニンニクがね、焦げちゃうからなんですね。これね、ニンニクの香りも非常に重要な要素になってくるんで、炒めていきます。はい、全体しなっとさせる。玉ねぎとやってもいいですし、新玉ねぎでやってもいいですし、普通の玉ねぎでやってもどっちでも美味しいです。だいたいね、これぐらいの色になったら結構いい感じです。で、今強火にしてます。玉ねぎに色がつくと、玉ねぎの焦げたね、すごくいい香り、このすごいいい香りで、これじゃねえや、飲みます。飴色まではいかないんですけども、まあもう飴色に近しいぐらいまで炒めます。そしたらお肉戻します。ここでビア、あーいいですね。これなんでビールで煮るといいかというと、ビールね、アルコール分が入ってるっていうところと、麦とホップで作られてるんですよ。麦とホップの香ばしさと旨味をね、入れていきたいんですよ、この中に。なのでビールを使って煮込んでいく。これが重要でございます。コンソメもこれぐらいの分量なんで、小さじ1と半分でね、沸かしていきます。一回沸騰させてください、強火で。全体が沸騰したら蓋を閉めて小1時間煮込んでいきます。これでビールの旨味がね、グッと入ってきますんでね。で、蓋をして小1時間、これで小1時間煮込んでいきますんで、小1時間お酒を飲みながら他の料理を移していきます。そういうことですね。完全に煮込まれました。私も煮込まれました。どうなってるんですか。オープン。結局ね、弱火で煮込みました。これぐらいの水分量がない場合ってかなり煮詰めすぎちゃってるんで、水足していただいてもいいですから。今回ね、ビールしか使ってないですけども、これぐらいの水分量になるまで煮込んで、水分量なくなりすぎたらこれ足してください。じゃあ盛り付けていきます。一人分はもうちょっとがっつりいくとしても 200g ぐらいでいいと思うんで、もう一塊いきますか。はい、もう一塊ちょっと立てかけるような感じで、ソースもね、たっぷり。こんな大量のためにもこんなトロトロになってますよ。これが一番重要なんです、これ。はい、この感じですね。黒胡椒もね、かなりちょっと玉ねぎで甘めになってますんで、黒胡椒合います。パセリですね。そしてここにわさび。これめっちゃ合うんで、わさびは添えてください。至高のビールに。なるなる。それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、私が前にコラボしたこのイエローテールのカベルヌソーヴィニョンでね、お肉に合わせるんだったらこれかなと。なんと箸でいただきます。なぜかというと、箸で切れるからです。じゃあまずはこのままいただきます。やば、めっちゃ赤い。合うな。ビールの深みが全てこのお肉に乗り移ってて、めちゃめちゃうまいです。わさびめっちゃ合う。玉ねぎの煮込んだことによってすごくオニオンスープ煮みたいになってるんですね。いや、これちょっとベアもいいんじゃない。これ全部私責任持って飲みます。ありがてえ。あー、わさびと合わせるんだってビールですわ。嬉しい、楽しい、大好き。ほんとうまいよこれ。玉ねぎでじっくり煮込まれたこの豚肉がすっごく柔らかくていい味を出してると思います。煮込みダメだと思う。俺のほんとに煮込んでる間に他の料理取るじゃん。結局レベル1だったらさ、レベル4とかになっちゃうよね。
タッフチャンス。ファサ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 。ギネス。ギネス。はい、乾杯。相変わらずうまい。ポロッと。ポロッと食べていただきます。いただきます。お、すごい。一瞬で切れた。一瞬で切れます。いただきます。まずすぎる。待ってた甲斐があったわ。わさびつけてるね。二口目は。うまっ。奥深すぎてうまい。わさびつけることによって辛みでちょっと爽やかな風が吹くでしょ。さらにビールに合う。うん、めちゃくちゃうまい。ということで今日は本当にがっつりビールを飲んでいきたいと思いますので、もうこれで失礼します。これは次の日曜日に昼の12時から作るわ。いや、あの一応休みでしょ、会社的に。会社はお休み、なんか昼の12時に作って、なんか2時くらいにちょっと優雅な、誰呼ぶ、誰呼ぶ、いや1人、誰呼ぶ1人、いやちょっとね笑うのよ、誰呼ぶそういう男の料理感もあるじゃん、ビールにって言ったら。じゃあ日曜遊びに行きますか。いやいや、全然いいんだけどいや同じ料理出てくるだけだから